縄本島から東へ360キロ、南大東島には高校がない。子供たちは皆15の春に島を旅立つ。島は好き？はい、島のみんなが知り合いで、一つの家族みたいなところとか。また背伸びたんじゃないのか？お父が知人なんじゃない？長男の嫁が何年も家を開けっぱなしにすると世間にカッコつかないよ。お父だけ島に置いてきぼりか。来年は私もいないしね。お盆は帰ってくるのかって。仕事大変だから。待って。一緒にいたいけどできないから。子供はよ、親を選べないからさ。親が守ってやらんと。この歌は泣いて歌ったら勝ちないからさ、耐えて歌うんだよ。少女は伝えきれないたくさんのありがとうを島唄に込めて歌う。旅立ちの島唄、15の春。